仕掛けの術のことでよく奇襲と言い争ったものだった。互いの言い分をどちらも譲らなかった。わらわはかつて二種のからくりを批評してもらうため最も公正なる元王帝君を宴に招いた。なんと帝君は奇襲の英子からくりの方がやや秀でるとおっしゃった。口にしたくはないが、わらわは分かっておるのだ。仕掛けの術において奇襲は確かにわらわより一枚上手だった。奇襲と歌人の物語についてはある鈴のことから話さねばならぬ。仕掛けの術が作曲家にとって変わることはなくとも、その質はそこらの作品と変わらぬと奇襲は考えていた。対して歌人は、音楽は魂の発する感情ありきの声だと言い、からくりが自発的に作りはしないと考えた。二人があまりに争うから帝君を呼ぶしかなかった。やがて帝君は鈴を持っていき、さまざまな儀式に使った。それからあやつらはよく山に集い、音楽や仕掛けの術、そして人間社会のあれこれを議論するようになった。だがそんな光景も長くは続かなかった。魔人戦争が起こり、桐原も戦火に巻き込まれたのだ。やがて奇襲は敵に敗れ戦場で散った。わらわや歌人が着いた時、廃墟に残されていたのは旧友の侵害のみだった。その後歌人の要望のもと、元王帝君は先人の鈴を彼女に持たせた。わらわの旧友の考えを継いで奇襲記を少々改造し、思いを託したのだ。小刀は飛んでは落ち、人もまた集まっては散りゆく。何を見ている、桐原か。この山水を見ている。人が死ぬは灯火が消えると同じ、仙人もまたしかり。いつの日か我らも皆塵になって土に帰り、この世に帰るのやもしれぬ。